まずですね、これってもともと僕は KYC での元気の出る会とかってやってたんですけども、このコロナ禍の中でちょっとオンラインに切り替えた時にですね、なんかこう全国に知り合いがいてるので、女性の方々をこう元気にする方法がないかなということで立ち上げたんですが、はい、まあ22年ほど KYC として仕事をしてまいりましたけども、やっぱりこの男一人でその日本女性を元気にするぞって言ってもね、やっぱりなかなかね、可能性的にもっともっとしたいという気持ちがね強まってですね、まあそしたらもうもともと素敵なご縁をいただいてね、女性の方々に協力いただいて、できるだけたくさんの笑顔をですね、日本社会にですね提供できたらなということで、こういう会を、スタートしました。プロフィールを紹介させていただきます。ゆうこちゃんはですね、ネガティブ感情を味方にしてですね、自尊心をガツンと底上げするねプロのカウンセラーです。本当にね、お話ししててもすごいです。切り口もすごいし、体験もいっぱいされてるんで説得力があります。はい、でその弱さからですね、愛されポイントを、トラブルから才能を見出し、障害レベルで愛される関係性の基盤作りをするのが得意というねカウンセラーでございます。それでは登場していただきましょう。ゆうこちゃん、よろしくお願いします。はい、こんばんは。よかった、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう最初からカミカミで、もうちょっと気合い入りすぎて一番ちょっぱなからカミカミでしたけどもね、ここからはね、はい、僕を誘導していただいてちゃんとサポートお願いいたします。はい、ということで、まあゲストのゆこちゃんにですね、それではまず最初に自己紹介をよろしくお願いします。はい、はじめまして。ネガティブ感情っていう、こう弱さを味方に、自尊心ですねを底上げしていくプロカウンセラーをしてます。10年やってます。カウンセラーのゆうこです。弱さ、いわゆるこうみんなが蓋したくなるような、隠したくなるようなネガティブな感情を使って潜在意識から人生を激変させていくということをやってます。具体的にはこう弱さの中から愛されるポイントを見つけていったりだとか、あとはこう、まあ、恋愛に限らず仕事面もそうですね、障害レベルで末永くお付き合いしたいって言われるような信頼関係を構築するのがかなり得意です。交渉術も含めてですね。でお客様は芸能関係者もいれば、主婦の方も、企業家の方もいても、まあ、あらゆる広い方も、本当一生懸命生きてるけど不安なまま頑張っちゃうっていう女性の味方として、10年間サポートしてきています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もう早速ですね、はい、コメント、千葉から見てます、ゆこちゃんファンです。 ありがたい。どなただろう。はい、ちょっとそうなんです、わーい。後でまたね。はい。かわいい。嬉しい。キーさん、ありがとうございます。この方はね、後からその限定のグループで流れてるので、そこでちょっとまた確認しないと、ちょっとね、わからないかわかりません。また。はい。ありがとうございます。ということでね、たくさん。いいですね。ありがたい。ね、ありがたいね。はい。まあ、どんどんね、時間とともに、たくさんの方がこう、増えてくると思いますんで。まあ、はい、今、自己紹介聞いてるだけでも、女優さんとか、そういろんなテレビ関係、芸能関係、もう本当にいろんなね、はい、ここでは言えないと思いますけども、そんなたくさん、いろんな幅広い主婦の方もそうですけども、カウンセラーをされてね。まあ、一番こう、10年されてて、どうでしょう？どんな気持ちが一番やっぱ女性に対して応援としてありますかね、メッセージ。メッセージ どういうこと、なんかこう、こういう傾向の女性がやっぱ多いとか、共通して言えることってあるんですかね。それはやっぱりないですか、個別。さっきお話、ちょっとだけ自己紹介にお話しして、みんな頑張り屋さんなんですよね。一生懸命生きてない人はいないと思っていて、私の見解では。はいはい。まあ、その頑張り方が、身を守る頑張り方なんですよね。でも、多分無意識です。なんかこう、幼少期の何かがね、原因だったりはするんだけども、例えばもう傷つきたくないから、こういう接し方をしよう。怒られたくないから、上司にはこうやって接しよう。批判されないようにするには、こうやって発信しよう。みたいな。こういう意味ね、心を守る、身を守るってね。そうそう。ただそれで幸せならいいんだけど、こう、そもそもの自分と乖離してる、離れてきてしまうとね、心と。そうすると、こう、
守って安心するはずなのに、嫌われない安心は手に入るんだけど、自分らしく生きる安心は手に入らないんですよね。っていうところで、そこの離れてるのにこう気づかないのが多くの方なので、そこをこう、道しるべを差し出しながらサポートしてるような感じ。そういう、一生懸命生きてるんだけど何かズレが起きてしまってる。でもそれに気づけないまま、不安なまんま、あの手この手勉強したりさ、して頑張り続けちゃうっていう、頑張り屋さんですね。もう年代問わず、日本の女性は。そうですよね。ゆうこちゃんも頑張って、ものすごく頑張り屋さんですもんね。ね、頑張り方を間違えながらね、心を壊すことが。いやいやいや、でもその弱さの中、すべて弱い部分をすべて受け入れたときに、なんかすごくその、一生こう好かれるという、なんかそういうフレーズがあったじゃないですか、いつも言われるフレーズね、あれちょっと詳しく聞きたいですね。あれはなんか、もう簡単に言うと、自己否定をどこまで外せるかとか、こう、自分を制限する思い込みとかさ、分かりやすいのは自己否定かな。うん、そこをどこまで意識的に無意識を外していけるかってちょっと難しいかな。なんか、そうやってるんですよね。だからこう、本当の弱さって多分それを隠してしまうみたいなことも弱さだし。でも隠したいじゃん。なんか強がり、ほら、強がりを、ずっと、とこの間もほら、打ち合わせしてる時にね、お話ししてたけども、結局いい強がりと悪い強がりがあるってね、最後僕はメッセージのところで止めたんだけど、なんかすごく強がりすぎて可愛らしくがない女性って僕らでも思う時あるんですよ。それ強がりすぎみたいな、もうそこでスッと言えば可愛いのにみたいなね、なんかそういうのがもったいないなって思うんですけど、どうでしょう、ゆこちゃん。そうですね、男性から見ると余計そうでしょうね、そこは。うん、そうなんです。ね、はい、そう。これもほら、傷つきたくないからっていう、まあ、簡単に言うと、なんかその背景はさ、きっとなんか、弱さを出したらこう負ける気、まあ、弱さどころか本音出したら負ける気がするって声もよく聞きますし、そうですね。良くないこととして認識されちゃう。うん、自分の価値が下がる気がしちゃうんだよね。簡単に言うとね。難しいかも。そうですね。いや、わかります。でもさ、これ、ここに今、ゆこちゃんのことを美人ですね、とかね、書いていただいてるんですよ。で、ちょっと待ってくださいよ。はい。はい、佐々木さん、ありがとうございます。ね、で、この方もちょっと顔出しができてないですけど、後で僕、その限定グループね、プライベートグループのところは多分そういう顔出しされたくないじゃないですか。だからまあそういう部分でコメント残ってると思うので、ゆこちゃんのお知り合いやったらまだ後でねコメントを見てあげてほしいんですね。はい、美女美女ですね、すごいですって、最後までワクワクしながら、はい、ゆこさん、何だろう、名前わかんないけどありがとう。ね、で、そうで、こっちで、はい、マーサさん、マーサさんね、見てくれてます、はい、いつもありがとうございます。はい、そうなんですよ。で、あれですね、この傷つきたくないって、女の子、本当に多分何千人やってきましたけど、多分ほぼ全員から、私も含めてね、来てますし、でその、まあ、繊細さはあるけど、でも男の人の方が繊細ですもんね、そこはね。そうですね、僕もそうですよ。目を覚ますと良いぞって思います、女性たちに。皆さん以上に脆いのが男性なので。あ、そうか、これ男性も見てるのか。いいと思いますよ。男性は僕の知り合い のタイムラインだから、まあまあね、いいと思いますし、いや、本当にそうだと思います。特に女性がね、そう、自分の弱さを引き受けられるっていうのは強さでしかないので、自分の弱さを受け止めて、正しく受け止めて、拗ねて、どうせこうだよじゃなくてね、正しく受け止めてあげるった時に、受け止めるだけの強さの器ができるので、ってことはさ、まあ、自己否定も外れるわけですよね、受け止めてあげたり。そうすると、今度、目の前の大好きな彼とかさ、もしくはお客様とかさ、部下とかが、似たような弱さを見せた時に、それを受け止められるだけの器ができてるんですよね、自分を受け入れた分だけ。
人を受け入れる器が大きくなってるから、そうするとどうやっても進展しないなっていう大好きな彼とのこともちょっと進みやすくなる。多分日本は特にパートナーシップは女性がちょっと先にリーダーシップを取った方が行きやすい気がする。特に深くこう心を交わすみたいな面ではね、特性が出た出た、もう出たよ、もう早速。日本は日本女性が男性をリードする方がいいよって、まさしくそうやと思いますよね、でも、ね、男、まあ僕も含め男はバカだから、変なちっぽけなこうプライドが昔からの人が特にあるんですよ。頭固い人、まあ僕もそうか分かりませんしね、僕もだいぶガツンガツン言われてるんですよ、神さんからね。だけどやっぱりだんだんそれを解いていくとすごく楽になるし、でお互いがやっぱり深くね、やっぱりあの人間関係を築けるっていうのはね、ちょっと感じてるんですよ、僕も。そう要はなんかさ、相手が、まあ、男女のパートナーシップでも仕事先のお客様でも全部、子供でもそうですよ、全部一緒なんですけど、まあ、分かりやすいからパートナーシップだとすると、彼が安心して弱さをさらけ出せるぐらいの女性であるかみたいな。ヒデさん、そういうのないですか？ちょっと待って、今、ね、一番いいところのね、コメントがいっぱい来てるから、僕、どっちに言っていいか分からない。今、なんて言った、もう一回言って、もう一回。なんて言う、ね、本当にゲストに対しても、話聞いてなかったらあかんわ。一番いいところやったら、ね。なんて言った？自分が弱さを受け止めてあげる。弱さ、男性ってすごく繊細って話とつながるんですけど、すごく、脆いんですよ。きっと皆さんが思ってる以上に脆いから、すごくかっこつけてくれてるんですよ。かっこつけてくれてるし、女性を守ることで、守れた俺、素敵な男っていう自己認識になってるので、男性のセルフイメージの自尊心の作り方と女性の自尊心の作り方ってちょっと違うんですね。特に関係だとか、やっぱ守りたいじゃないですか、男性ってね、大切な人ね。守れること、養うことで守れた素敵なお礼とかさ、神さんとか子供に文句言われても、それでもけなげに養ってるお礼素敵。わかりやすい、わかりやすい。すごいと思うんです、本当に。でもなんかそうすると、まあ、普通は弱さを出すとかは絶対できないんですよ、男性って。なんかよく男性の経営者さんたちからのご相談を、奥さんにだけは言いたくないってご相談にお越しになる、かっこつけたいから、でも、もう一段階深まると、どっちが悪いか言ってるわけじゃないんですけどね、要はその弱さを見せてもあなたの味方よぐらいの肝玉がね、女性の方に育っていくと、彼が見せてくれるようになるんですよね、その弱さを。だから初対面とかさ、2回目なのに経営者がカウンセラーだからって別に言わなくてもいいような結構なこと、会社がなんか乗っ取られたとかさ、何千万損したとかさ、恩師が逮捕されそうだとかさ、なかなか男泣きして言ってくるのは、多分こう笠原が引き出せないからなんですよね、なんかしょうがないっていうかしょうがないじゃん。そうだから、そこで多分安心される。それ女性のお客様ももちろんそうだと思います。でもやっぱり、でも私はプライベートですなかなかそうはなれなかったから年末離婚してるんですけど、そう別に一人間なんで、ね、いっぱい失敗して、いっぱい心壊してるからこの仕事ができてるだけで。そうですよね。まあだから本当にだからじゃない、全然ねえ、ゆうこちゃんのことをこう深く知っていただいてるね、応援していただいてる方もね、たくさん今見ていただいてると思うんですよ。で、ちょっとまあ、多分これ限定グループからのあれなので、もう一回ちょっと、いきますよ。まあ、ゆみちゃんはこう、私も傷つきたくないってありますとかね。わーいって、後で、わーいって誰かがわからないけど、まあ、とりあえず、ご本人さんわかりますから。それは過去の経験から来る勝手な思い込みでしたとかね。弱さを正しく受け止める。
これ誰池端さんも可愛いってこれもっとそういうの書いて調子に乗ってくるからいやもうあの今日は可愛くさせていただいてます陽子ちゃんのおかげでこんな白のシャツなんか着えへんからね普通は陽子さんありがとうございますありがとうございます転がす感じですか手のひらの上で転がす感じ違うんですよね転がすとコンコントロールもちょっと意味合いがね人によって違うかもしれないですけど、うん、コントロールするっていう意味だとしたらそれとはちょっと違います、うん、違うんですね、うん、はいそうそう動揺してる笑い僕のことかな僕も動揺していや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 なるほどたくさんねかっこつけてくれるんだそうそう頑張ってるよねいいですよねお互い見せられたらね、うんそうそうめちゃくちゃ楽相互依存って言うんですけどねうんうんうん、うん、次は長いですよ男性の悩み相談ばかりをよくしますが、うん、奥様や彼女には弱さを見せないで言える方が多くて、うん、両方に問題があるよねパートナーシップ片方だけが悪いことは絶対ない、うん、だって一緒に作り上げるものだから関係性ってねでそうですよね。よく 見えがちなんですよね、恋愛結婚って。でもそんなわけないだろうっていつも思う。うん、そうですね。でもまあ別に相手をさ、自分が離婚したとき別に相手を悪く言いたいわけじゃないから、事実だけをね、報告で言うことはあるけど、そういうのはあるかもしれないですけどね。うん、でも、うん、そう、だから、でも、わかる、なんかその、私が、これ大丈夫ですか私、勝手に喋って。全然喋ってください。今日で、できるだけ喋ってもらうつもりで、僕聞く方に回りたいんですよ。でもその、離婚の、その第一次修羅場、第二次修羅場みたいなのがあったんです。第一次、第二次。なんか第一次世界大戦的な感じでこう、イメージするんですけど、その第一次の時に、まあ、一回仲直りはしたんだけど、うん、なんで第二次に行ってしまったんだろうと思うと、こうちょっと心理学とかかじった人によくあるのが、うん、どうせこれこの現実全部私が作ったってことは私が全部悪いんでしょとかになっちゃうよくあるやつなんですよ私はまだまだ発展途上、うん、今から 7,8 年前ですかね第一次が、うん、だったのでこうそういう解釈をしてしまったんですよねだから、うん、あなたのいやごめんねは言うけどでもあなたのこれは傷ついた直してほしいが言えなかったんですよ、うんそこが怖かったとかが言えなかった、うん、なんかそうそう全部私が悪いって本当は違和感があったはずなのに言えなかったんですなんかそれは私の勇気のなさだったり、まあ、あとは全部引き受けたらうまくいくんでしょっていう勘違いだったり、うん、さっき言った一緒に気づくができなかったんだなって今思えば思います、うん、なんかやっぱそういうところからさちょっとずつずれてちゃったりとかが自分の経験でもあるから、まあ、だからこそこう最終的にはねお互いの本当の幸せのためにはっていう視点に最後はなれたからだからプロだからこそ離婚したんですけどプロだからこそ離婚したそうですねそうそうプロなのに離婚したんですねって言われたことがあったからねでもそれはね、うんうん、あ離婚経験ですもんねそうそう僕も経験したからねでも経験する前は男のなんかすっごいあのいやらしい言い方をしたけど離婚する人は、まあ失格やっていうようなイメージのことを言ったことあるんですよね、うん、その僕のその時の知り合いの女性にねで自分が離婚したもんだからひどいよひどいよそういうこと言うそう 昔って結構そういうなんかまだほら離婚とかって言うともう噂になるわけ、まあ、何年前の話か分からへんねでもほら年代とかあと地域にもよると思うんですよ違うと思う田舎なんか特にねそれ言われてそうですよ、ね、もう東京だからまだっていう感じはある、うん、全然だからもう本当にそうですよね今でこそこうやって話ができるけど僕が本当にあの離婚ってなった時に、うん、もう自分の人生終わったと思ったからねそう、うん、それぐらい思ったそれぐらいパーフェクトに自分はものすごくやってるつもりでやってたからそうかそうかそう世間に対してこういうことがあった時に全部崩れたみたいな、ねうん、あったかなでもそうですよ、ね、そういう経験をしたから本当に今言われたね横ちゃんが言われたようにねあの受け入れられる部分も多分あると思うよねいろんな経験の中でね、うん、でも分かる、ま、前はそうでした前はそうでした、うん、あのやっぱりその
全部自分が悪いんでしょって思ってた時期は、プロのカウンセラーが離婚するのを見ると、あ、プロで腕があるの、先生なのに離婚されるんですねっていう、なんか不思議だったんですよね。まだ未熟だったから。でもやっぱりこう、たくさんたくさんセッションをさせていただいて、自分のバカだなとか、ろくでもねえな、クズだなみたいなところもいっぱい見ていくとさ、うん、いやもうなんか、やっと自分の幸せだけじゃなくて、なんか、元夫にとっての本当の幸せってなんだろうっていう視点にも立てるようになって、誰も幸せじゃない、うち息子もいるのでね、養ってるんですけど、うんうん、誰も幸せじゃないなと思ったんですよね、ある時に。でこれは、まあ、私ももちろん、いずれはね、っていう道はあったけど、本当に誰も幸せじゃないって、なんかつくづく私のエゴで、エゴじゃない、もしくは夫のエゴ、うんうんうん、だけで気づいてる、まあ、息子が幸せじゃないしね、まあ、息子がじゃなくてもみんなが。そうそう、その時に、あ、だから、なんかプロだからこのみんなのための幸せの視点が持てるし、図談が持てるし、なんか全部のリスクを引き受けられるっていうか、その一番欲しい幸せのために他のリスクを引き受けられるよねって思ったんですよね。だから、こう、そうなのに離婚するんですねってとあるパーティーでね、言われた時には、プロだから離婚するんですよってすぐお答えして、で、あの、それは、一人の人とずっと一緒にね、添い遂げることだけを正しいと思われてる方のご発言ですねって言ったね。うん、もうそれでもなんか黙ってたから、そんなこと言うよと思って。そうそう、あの、私は、ね、結局あの自分らしさえ取り戻せた時の決断であれば、あの、離婚しても継続してもどっちでもいいと思ってるんですよ。その時の自分らしさを取り戻した時の選択は何も間違いじゃないっていう考えを持ってるんです。何千人マッションもしてきましたけど、うん、っていう話をね、うんうんうん、その方にしましたね。まあそれでも静かだから、あの、失礼しますって言うことないから。確かにね。でもそういう人からすると、それ言われた時に自分が自分の考えをこう本当に、あの、教え、あの、何、鼻をこう折られた感覚になると、男のなんていうのね、感覚の発想になかったと思うね。で、そうなんですね、たまたま東京駅でそれお話ししてた頃やったっけな、それ、なんか、一番そういう時やってね、まだ離婚されてなかったもんね、僕。その後ですね、離婚後のパーティーでお会いした方なので。うん。そうそう、だから、男性の強者だったし、なんかそれなりにお金は持ってるみたいでしたけど、うんうんうん、こんなこと言っちゃう、ぐらいじゃないですか。いや、お知らせじゃないんだろうなって勝手に思っちゃった。うん、はい。まあ、あの、今聞いてる人は腐ってきてるか分かりませんよ。まあでもそういうね、そのために、あの、まあ、日本女性を元気にするっていう部分で、ある程度やっぱり僕ね、ゆうこちゃんみたいなね方がきちっと話発言できることすごく大事だと思うんですよ。で、やっぱり我慢してずっとこう自分らしく生きられない女性の方もやっぱり、ま、周りに、僕のもちろんその、出会った方の中にもそういう方もやっぱりいらっしゃるんで、まあ、何かこの僕の発言ではなく、そういう、ね、同じいろんなこう感覚をお持ちのね、まあ、ゆうこちゃんにこんな発言してもらうとね、すごく刺激になると思いますしね。うん、ちょっとまたコメントもたくさん入ってるんで、結構ね、あの、忙しいぐらいコメント入ってます。ありがたい。行き詰まると自分するみたいな、ね。ですよね。わかります。うんうん。あら、離婚仲間。離婚仲間。はい。離婚仲間。頑張り屋さんは優しい。超頑張り屋さんだったんですねって。はい、超頑張り屋さん。まあ。こんなん僕のプロフィールなんか言っても仕方ないけどさ、この間言ったように小学校5、6年から牛乳配達しだしてさ、もう、そこからずっと働くことが、真面目に働いて、誰よりも時間を、割いて、努力することが成功の道とかっていうのをずっと勝手に思ってきて、で、新聞配達したりしながらずっと来て、まあ来た時代があって、だから50を超えてから、ようやく、あの、不真面目に生きる方が、幸せになるっていう感覚を掴んできたっていう。これ、不真面目ってのは言葉悪いよね。悪いけど。なんか今までの自分に対しての不真面目さを出すっていうのが、すごく、それが弱さという、ちょっと近いかもわかりませんけどね。うんうん、なんとなく僕はそういう。近いような感じですもんね。うん、そう。
この不真面目さとか、この自分のだらしなさも自分やから、まあ、可愛がってやれと。そっちの方が楽しいやないかと。いうところにやっと行き着けたのが50超えだから。それもまあ今の神さんと再婚してから。うん、ああ、そうなんだ。奥様からの影響ですか？影響はもうズバリありますよ。年下婚だった。年の差婚なんだけど。何歳下でしたっけ、奥様。まあいや、もうそれはまあ、ここでは言えないんだ。言えないの？そうなの？まあまあまあ、それぐらいの、はい、かなりの。そうなの、はい、かなり年下でね、いらっしゃるけど。実は僕34で、まあこれね、僕のことを初めて見ていただいている方もいらっしゃるんで言いますけど、34で、起業して、離婚して、脱サラして、みたいな、すごくこの、同時進行で。で、その34から50歳までの16年、うん、17年間は、娘2人を、引き取って父子家庭でずっと過ごしながら、まあ、この仕事を起業してきたんですよ。でようやく娘が大きくなったんでっていうことで、50歳ぐらいに結婚したと、まあ、再婚になったと、そういうことなんでね。いや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 、もうだから奥様ご紹介してくださいね。もちろんもちろん、はい、多分今神さん家で見てると思いますんで。あ、本当に、はいはい、見てます。ゆうこちゃんの話してますんでね、はいはい、本当にそういう部分では頑張りすぎるっていうのもやっぱりちょっとね、しんどいところがあると思うのでね、うん、頑張る方の種類ですよね。その私のセッションの場合は基本全肯定全尊重していくので、うんうんうん、全肯定全尊重しながら向き合うべきところにこう追い詰めていくんですけど。なるほど、はい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 、でも絶対否定、基本絶対否定しない。私がやめなっていう時はよっぽどの時なので、あでもみんな知ってるから、あやという子とか言われたからよっぽどの、うん、よっぽどなんだ私って思って頑張ってくれるんですけど。なるほどね。基本は尊です。ってことはなんか頑張り方が間違えてるだけ、さっきの、うんうん、さっきの身を守る、心を守るって話になるんですけど、うんうん、生きるために心を守っていくんですよね。意識的にも無意識的にもそうなんですよね。なんかヒデさんの小五六からこう一生懸命働いて稼いでいったっていうのも、まあ、生きるためですよね、うんうんうん。その頑張り方は決して間違ってなくて、すごく尊いと思うんですよね。うんうん、ただこうどこかでこう今不真面目に変換した時期があったってことは、こうどうやら小五六の時のメガネをかけたまま働くには何か40、50だとズレが生じてくるわけですよね、うんうん、どこか頑張り方だとなんか今一つ何か欲しい感情が得られない、安心感なのか穏やかさなのか男としての達成感なのかちょっと分かりませんけども、うん、でその時に初めて人を変換させようとか、まあ、いわゆる世の中で自己啓発でいう自分を変えようって思うだろうなと、うんうん、思うんですよね。だからそういったしんどいなとか、もう投げ出してしまいでいいとかさ、そういう、ね、なんかこう行き詰まるってやつですよね。さっきとか言ったとか返したような、うんうん、その行き詰まるのは私決してダメじゃないと思っていて、うんうん、何かを気づかなきゃいけない時なんですよね。でキーポイントとなるのはその嫌だなっていうその感情、ネガティブな感情、できれば感じたくない弱さみたいなところ、うん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 、そこがキーポイントなんですね。うん、なんかそこから見たかったら、ヒデさんはそうやって転換されていかれたんでしょうね。それもね、ごめんなさい、また、ユミちゃん、はい、こんな感じ。みんな多いですね。拍手していいことじゃない。今度ゲストで登場したときは、それまた教えてもらおう、どんなんか。ね。まあ、とにかくいろんな、今もこうやって話ができるっていう、なんていうかな、人前でこう喋ってるけど、人前に出れなくて、悶々としてる時って、もちろん僕らでもあるし、で、まあ、決して今だからって言って、何本当に迷いがないかって、そうでもない、いろいろと、やっぱりこう、いろいろと自分の中で、自分らしさって何かってまだまだこう深く掘り下げてるところなんだけどね。まあ、そんな中でこの会をこう立ち上げていくと、いろんなやっぱり素敵な方の意見、メッセージ、こうやって聞けるから、もうそれも第一回目のゆうこちゃんからもうまさしくそういうことでね。そうするとやっぱりいろんな化学反応起こって、今までは自分ってこうでないとあかんっていう一つの考えに固執しすぎてる人が多いとしたらね、なんか引き出しが増えていくじゃない。
そしたら、あ、そんな楽に生き方もあんねやとか、あ、そんな仕事の仕方して結局収入がそっちの方が多かった、そっちがいいやんとかっていう、今までに考えなかったいろんなこう、引き出しがね、やっぱ増えてくるなって思うんですね、最近ね。で、ゆっこちゃん、ちょっとそのまあちょっと話は変わってしまうけどさ、僕もちょっと小学校の頃からね、あの、牛乳配達したって言ったけど、うん、まあ、ご覧の皆さんからしたら、考えられないと思うんやけどね、なんか、幼少時代にね、なんかいじめられたとかさ、なんか、まあ、そんなこともちょっと聞いたことあるけど、その、あ、私の話か。そうそう、なんかそんな、だって、みんな知らない人からしたら、そんな、なんか言われることないやんって、ね、思うぐらいの美女で、ねっていう感じだけど、なんか結構、うん、あんま言わんしか言って、言いたくなかった、言わんとってね。全然全部言うけど、みんな知りたいかな知りたいですか、これ。なんかね、でもそこ、いろんな繰り返しがあって、で、ま、いや僕から言っていいよ、じゃあ。あ、全然いいですよ。あの、家賃3万円事件とかいうのも聞きたいけど、事件じゃないか。お金はなかったですね。いじめないし、ね、女としてのコンプレックスは全然ないし、まあ、レイプ未遂にもあってるしね、中学生の時も、うん、ないし、まあ、精神病院にもいっぱい通ってましたね、うつ、不安障害、パニック障害とか、過食症とか、で、そんな、それ並行して、21歳からね、あの、家賃3万の風呂なしアパートに、まあ、実家を出たくて、もう、あの、屋根があって揺れなければいいっていう価値観で、あのバックパッカーやってたから、あの、船の上とかで寝てたから、全然屋根もないっていう価値観だったんですよ。なんかハードル低いでしょ。すごい、すごい。だからなんか鍵もかかんないアパートだったって後でわかるんですけど。へぇー。置いて帰ったらドアが全開だったんですよ、ね。でも盗まれるものの、本当私何にも家具買えなかったんで、冷蔵庫ぐらいかな。だったから、盗まれるものもなくて、ああ、びっくりしたってまたドア閉めるだけなんだけど。それもなんかお肉も食べられなくて、うん、1週間にいっぺん安いお肉屋さんでお肉買って、セーターも1枚500円までフリーマーケットで値切って500円までしか買えなくて、うん、でもそれも楽しかったですけどね、うん、なんか3000円でこんなに買っちゃったぞみたいなだからね、やっぱりね、あの、やっぱり人ってほら、いい今の状態を見てると自分がこう至らんかったりすると、すごくそこで ね、たりするじゃない。だからこう、ゆうこちゃん、こんな素敵なゆうこちゃんですら、昔は高校でこんなあったっていうのを僕は初めていろいろ聞くことがあって、びっくりすることがいっぱいあるよね。お金はなかった。いや、本当に本当に。いや、もうそこからずっと来て、なんかホームレス直前まで行って。そうですね、ホームレス覚悟してましたね。忘れもしない、新宿南口のファーストキッチンで泣きながらホームレスを覚悟したことを今でも覚えてますよ。すごい。で、そこからでもなんかくじけずに頑張って芸能っていうところ、芸能と美容業界にこう夢を叶えたっていうのが。そうですね、人脈がないと入れないんですけど、基本あの世界は。でもなんかね、入れないっていう気がしてなかったんですよね、不思議なんですけど、なんかもういるとしか信じられなくて、うん、経験も、あと今より20年前です、今42なので、20とか21でしょ、うんうん、経験もお金も知恵も何にもない、ただの小娘が、でも、なんか入れる気しかしないで、でもその代わりめちゃくちゃ行動してました。うん、うん。うん。募集もしてないのに電話して入りたい劇団に、ボランティアで雇ってくださいって言ってたし、うんうん、そういうの何社か電話して、1週間待ってくださいって言われたら、あれ連絡来ないなと思って、もう一回自分から電話してあの電話したんですけど、この間って言って、それで雇ってもらっ、ボランティアで雇ってもらったのがきっかけで業界デビューというか業界に片足突っ込んで、うん、でもやっぱりこういろいろやると、ボランティア以上の仕事もあって、こうパンパンになってきた時に、困った時に、あのたまたま業界のドンにご相談ができたので、うん、プロデューサーにね、あの制作スタッフっていう、上司がプロデューサーになるスタッフだったんですね。なんでそのドンに相談したら、ドンが拾ってくださって、うん、初めてお金をいただくお仕事をご紹介いただいたのがジャニーズ舞台だったんですね。
ジャニーズ舞台。はあ、すごい。AD みたいなイメージをお持ちいただくといいと思いますね。10キロの米と味噌を背負ってこう、渋谷のスペイン坂を急いで走るみたいなことをやるでしたね。はあ。大変走りですよ。でもお金いただ、そんなにやっぱり、基本食べていけるのは氷山の一角の世界なので、舞台スタッフ、芸能とかいて。もうそれだけでも、もう大好きだからありがたかったです。すごく貧乏な時代ですね。その頃、家賃3万だし、まだ食堂とかもあるし、なんか精神疾患なんだけど、夢は全部叶えたんですよ。はあ。で、そこからまた健康が大事やって言ってから美容にも。あ、そうです。今度はこれ、足のマッサージ屋さん、リフレクソロジストにこう。はい。はいはい、時間帯でやっぱね、芸能界やってるとみんな役者も病んでるし、正直。ちょっと詳しいこと言えないですけどね、で私を雇ってくださった社長も精神がギリギリで失踪したので、社長が同時に失踪したのを私が尻拭いしたってこともあるぐらい、みんな病んでるんですよ。で、体も当然おかしい。女の子たちなんかも、まあ、どこまで言っていいのかな、もう本当奴隷ですよ、スタッフなんて気持ち。おかしいなって気づけなくて、ちょっと仕事サボって30分マッサージ受けた時に気持ちも体も楽になった時にちょっと目が覚めたんですね。あれ、もしかして健康って大事なんじゃないかってやっと思って今度は私がそれをやる人になりたいと思って通信で勉強しました。制作スタッフやりながら。すごいね。それでとうとう、結局ずっといじめられてたんで、いじめがひどくて、最終的にはやって、そうそう、でも、まあ、でもね、私、クソ生意気だったんで、しょうがないです。あ、でも、それでも結局、あれでしょう、そこからこう今のカウンセラーの道に行くような、なんかこう、打ち明ける、いろんな秘密を打ち明けられるような人気のセラピストになっていって。そうです、そうです、そうです。ね、もうそうそう、やるからにはナンバーワンになるって決めたら、あっという間に新人だけど、どんどん指名を取っていって、はい、よくお金持ちの人とかね、いろんな方、ちょっと田舎の方でしたけど、大宮だったんでね。でもよく皆さんの胸の内を明かされるセラピストでしたね。でも当時はわからない。なぜかがわからない。うん。でも今思えばね、本当に舞台スタッフの頃からよくいろんなこと打ち明けられるタイプだったので、才能なんでしょうね。なんか今でも初対面の人によく打ち明けられるし、タクシーの運転手さんとかにね、泣かれたりする。そう。そうなんでしょ。私もよくわかんないんだ。なんかちょっと話してるだけですよ。いつもね、皆さんが話すような。やりとりしてるだけで、10分も乗ってないのに運転手さんに泣かれたりね、お買い物行ったお店のお姉さん、なんかお洋服屋さんとかさ、お姉さんと話しててお姉さんが泣き出したりね。そういうのはもう日常なんですよ。なんかそういう、あんなね、ゆうこちゃん、こう、なんかふっとこう、見守られてる感あるよね。パッとこう話して、目の前からこう話 してもらうだけで、すごく安心感、安堵感っていうんでしょうか。あれはそうか。なんかそういう、いや。役分かってくれたみたいなことなんじゃないですか。なんとなく思ってることがわかるので、まあ、才能がね、ちょっと言葉に乗った感情を感知できるっていうのがあるので、それもあるし、はい、なんかそんなことないよって、多分皆さんが否定してるところが、別に話ちゃんと相談乗ってるわけじゃないのに、そこの否定を外すような言葉をどうやら言うらしいんですよ。だから、わーんって泣かれちゃうみたい。いじめてるんじゃなくて。ねえ。ごめんなさい、コメントをちょっとまだ忘れたら怒られるから、ちょっとマサさんから迷ったり引きこもったり失敗の繰り返しです、ね、成長したんだろうか、ね、思い詰めるフェーズに陥ると私の素晴らしさが、そう、バックパッカーでしたよ思い詰めた時、思い詰めた時、私が私のうん、そうそうそう本当にねすごいよねウケる
いや本当に陽子ちゃんとこう話すればするほどいろんな深さがあって面白いわね、面白いところだけど、まあ、僕の面白いはすごくそういう部分で、あの人柄的にもすごくねはっきりもうあのちゃんと気持ちを伝えてくれるやん普通の人って、まあ、普通の人って普通じゃないみたいやけど、あの結局気持ちを隠してあのノーノーばっかり言うわけね。いや嫌やったら嫌って言ってくれたのにノーじゃないイエスイエス、あ、まあ、合わせてくれる人が多いよね。だけどちゃんとノーノーははっきりと言ってくれるやん。いや私それ嫌やからってね、このあのいろんな打ち合わせしててもさ、これが私はあの気乗りせえへんからとか気持ちがこうやからとか、そこははっきりね、あの自分のことを言ってもらえるってすごく信頼感、信頼が受けるんですよ僕も。それ大好き。初めからじゃないです。でもなんかみんな気持ちもわかります。やっぱここは飲み込んでおこうとか思っちゃう時あるじゃないですか。あるありますよ。あるあるある。なんか今ここで言うのはなんか。一番思うのはその人の顔を潰しちゃうかなって思うとき言えなくなっちゃいますね、うんうん、私だと、うんうん。はいはいはい。ここで言うと、だからその人、だから要は2人だけだったらまだ言えるけど、うんうんうん、他に人がいてて、ね、今は言えないなとか、あとは、2人だけだけど、なんかすごく良かれと思ってやってくれてるんだろうなとか。確かに確かにね。何を行いつ言おうかなみたいなのは。ちょっと今でもちょっと迷うよ。あんまり会わなくなりましたけどね、そういう方とは。あら、ありがとうございます。はい、でも、まあね、そうね。本当にヒデさんの言うより、ね、でもやっぱほら、信頼できる方はさ、はっきり言いやすいっていうのもあるし、うん、でも、皆さんからさ、やっぱりこう、言いづらいとかとトラブルにね、変な人に巻き込まれたくないから、言わないで我慢しようとか、うんうん、終わりだと思うんですよね。でもあの失礼な人にはね、無礼ですよって言って大丈夫、ちょっとそれ傷つきましたみたいな言い方でも良いと思います。あ、飲み込みまくってたらお腹が膨らんできた。が本当やね。そうね、うん、ね、でもそういうね、うん、どうぞどうぞ。あ、どうぞ。いい、あのよこちゃん、なんかしなきゃ、あっという間40分やで。早いね。そうですね。うん、あの、まあ、全然このままでも全然いいんですけど、ちょっともう、一個聞きたいのは、はい、あの、まあ、ちょっとせっかく美容をやってるから、うん、あの、まあ、ね、見ていただいてる方、ね、そう、女性の方が多いから、お顔についてのその、ね、あの、やっぱりその、自分のお顔に対するコンプレックスはいろんな考えがあると思うんですよ。はい、まあ、あの、うん、歯医者の話はまあ、多いです。はい、前は歯を測ってた事件でしょ。歯も面白かったけどね、歯の話も聞きたいけど、まあ、とりあえず、みんなに役に立つような、なんか。うん、なんかね、あの、美容とかメイクに関することとかでもいいし、まあ、自分が気をつけてる、お顔に対する、まあ、考え方でやるとか、うん、まあ、メイクでも何でもいいんですよね、美容の意識というか。顔はそもそも、もうすごいコンプレックスの中で、私、通行人にブスって言われて、クラスの男子にもそうやって言われたり、デブ、ブスって、通行人から言われることみんなないでしょ？なんか、やっぱ、たった一言でもさ、ずっと20年以上だよね。25年とか、うん、とか、ずっとやっぱ女の子はさ、もう30年ぐらい経ったか。30年だね。ずっと、思ってしまうよね。そういう私なんだって思っちゃうよね。でも、正直メンタルで整形はできると思っています。顔に。メンタルで整形ができる。出た。そうそう。いわゆるこう、きっと皆さんも、本当はお分かりだと思うんですよ。分かりますよ。パーツのコンプレックス。私もこの間、前歯が、セラミックがね、前歯壊れたりとかさ、前歯がなくなったりとかすると、もう、久々に落ち込んだりとか。あるけど、前歯中も来たよ。あるけどさ、コメント読まれたけどどうございます。最終的にだけど、顔ってすごい女性としてのコンプレックスもなんか一番象徴的なところ、まあ顔とかあと性とかね、そこら辺ってすごくなんかコアなところになってくると思うんです。だからみんな、じゃあ私メイクしないでそのままで強がってみたり、逆にメイクスクールあちこち行ってみたり、っていうことだと思うんですよ。で、あの正直メイクに関しては自分が気に入るメイクができていれば、それで顔が好きって思われば私は何でも良いと思うタイプです。
うん。だから私もいろんなお友達メイクさん多いので、いろんなお友達のところに勉強しに行って、気に入らなければそのメイクは採用しませんし、気に入ったものだけミックスで使うようなものです。決して相手を否定してるんじゃなくてね。うん。ただ、顔つきは、メイク全部落とした時に残るものでしょ？すっぴんの時ね。顔つきと雰囲気ね。雰囲気ね。それは、もうマインドからなんでね、心からしか、逆に言うと、誰のメソッドも使っても輝くのは、すっぴんの時の自分の心の現れだと思ってます。で、それが一番初めに戻るんですけど、自分のもう、コンプレックスだとかさ、もう、なんか墓場まで持ってきたいような恥ずかしいこととかあるじゃないですか。なんか、まあ、持ってると、持ってっていいんだけど、心の傷かな？傷を傷のままにしない状態にしてあげると、女性は20代だろうが60代だろうがめちゃくちゃ綺麗になります。色っぽくなるかな？全員ちょっと。ちょっと、個性によるんですけど、ちょっとそうそう、出方がね、違うんですけど、それはね、もう漏れなく、彼氏がいなくてもぐっと綺麗になる子は、女性はいっぱいいる。そういう意味では、こう、傷を引きずらないことを見てあげるっていうのはすごく自分に優しいことなんじゃないかなとは思います。美につながるっていう意味で、うんうんうん。私にとっての美容はそういうふうに捉えてますね。顔つきを変えませんかって思います。さすがです。共感です。今日僕はメイク師で、いや、本当にメイクを教えてるっていうけど、やっぱり、どこまで隠したい人かをまず聞かないとね、メンタルね、人によっては隠さなくてもいいっていう人もいてるし、でも長年隠したりできてるのに急に取っ払ってっていうのも、これもまたね、それが心と、そのやっぱり心プラス科学というか、いろんなその情報をどう自分に落とし入れて、自分の一番いい心地よさの部分を持っていくかっていう、もう今まさしく心からまず入らなあかんと思ったので、いいと思います。本当やっぱりさすが、うん。ちょっと待って、なんかブツブツ文句言いながら歩いてるおじさんにて、あーさんもう言われたんか、もう。こんな人滅びればいいのにね。本当や。これ男の人聞いてない、あ、聞いてる、僕や。ちょっと待って、ほうって何かな、ほう。いつのほう。あとから、これちょっと僕一回見ておこうかな、ちょっと待ってください。まあ47分あっという間に、なんかほら、こうあとちょっとしか時間がなくなってきたんで、今のこそ優子ちゃんになんか聞いておきたいこと皆さんないですか？あればコメントでね、こんなことどう思いますか、あんなことどう思いますか、僕聞きたいこといっぱい用意してるんですけど、まあ視聴者の方からまずね、いろいろと聞いてからということで、メイクも心なんですよって、そうなんですよ、メイクこそが心かなって僕思いますね。うん、そうそう、今ゆうこちゃんがちょうど言ってくれたけど、僕も老犬施設に7年8年回ってたから、メイクでね、ボランティアでね。何施設？老犬施設、老人ホームとか。そうそう、待ってました。でね、年齢を召された方ほど、さっき言った心を自分を受け入れてる方は、ね、可愛いセクシーなんですよ。そう分かるでしょ、可愛らしさとセクシーさ、人生の、それが重なっていくからね、誰と比較できるようなその雰囲気は持てないんですよ。その人だけのね、雰囲気があるんですよ。そこにね、みんな行ってもらいたいなって僕はいつも言う。誰かとこう、比較する必要ないよって言ってね。うん、そう。艶肌、ありがとうございます。艶肌の秘訣。ありがとうございます。なんだろうな。あ、でもね、めちゃくちゃ向き合って傷を癒していったのは大きいと思います。だからまだ癒す前の時、産後すぐとかはね、もう、なんか大丈夫かなっていう写真、顔を見てて。かわいい、目指すはかわいい。周りのママ友がみんな全員羨ましかったですから。みんないいな、綺麗でって。いやー、そんな、でもそんな美しく艶肌を持ってるね、ゆうこちゃんもいろいろと苦労されてきてすごくあったと思うんでね、だからこうご覧の皆さんで、ね、本当にね、羨ましい羨ましいっていう気持ちがあんまり強くならないようにね、自分をまず見てほしいよね。
そうです、はい、なんか癒す傷が多かったのと、あと傲慢さがたくさんあったんですよ、私。だからその修正する傲慢さが多くて、傷を癒すのが多くて。でもその修正するとさ、生意気な顔がちょっとまともになってくるでしょ、ちょっとずつ。なんという言い回しをするんかな。面白いな。みんなが相手に打ちづらいみたいな。そうか。それは顔つきが変わりますよね。なんかそうすると出会いも変わるし、うん、一緒にいる人と付き合う面も、うん、違う面を見せてくださるようになりますし、ね、なんか逆に、で、またその生意気なくせに我慢して人に合わせてたから、うん、自分ら、人に合わせるのをやめて自分の意見を言うようになると、都合のいい優子ちゃんでなくなるじゃない。うんうんうん、それで離れてった人は結構いました、たくさん。大事な人たちも含めて。でもしょうがないよね。なんか、別れはきついんだけど、その直後、全員から綺麗になったって言われてます。いつも。辛い別れの後に。でも自分らしさを最優先したってことね。心を殺さないことを一番今大事にしてるので。そうそう。そうですね。ね、私だけじゃないよね。皆さんきっと。うん、必ず綺麗になって。で、やっぱりこのコンプレックスと美容、美しさとか魅力って表裏一体なんですよね。うん。うん、そこはね、こう、セッション、カウンセリング、プログラムでもお話ししてるし、まあ、講座とかでもお話ししたり、うん、そうそう。あ、怖い。そうそう。でも診断テストも今用意してるので、そうそう、簡単に、そういうので、私の障害レベルで愛される魅力って何みたいなのもご案内してます。よかったら、ね、よかったら、それも公式 LINE の方でプレゼントしてる。そうだそうだ、それをせっかくなんでね、そう、ちょっと待って。うん、それもぜひ概要欄ですか、ちょっとどこにあるのかわかんないけど。今からね、そしたらね、そう、それ、特典をちょっと時間、あっという間に、あと52分まで来たよ。まあ、そう、これを出しとこう。面白い言い回しするよね、本当にね。まあ、ここで言ってもええんかな。ほんま、ゆうこちゃんと話してたらね、普通の男友達の塗りより方らしい。ゆうこちゃんとね、飲んでたら、普通の男友達とね、仲良い男友達と飲むより楽しい時や。え、なんて、そう。ごまんって言われて、ああ、そうね、そうね。うんうん。ね、なんか見極めですよね。どなたから言われたのかっていうのもすごく大事だとは思うんですよね。そうですね。今のは、こう、ほら、本当に私、なんか無意識なんですけどね、皆さん、よかれだと思うんですけど、相手に合わせてたのが、まあ、私の言い方が生意気だったのかな、ちょっとわかんないけど、今となっては。ごめんねって。ごめんね。よし、出た出た。これこれこれ。これね。これ今、ゆうこちゃんが、ね、特典でね、僕も公式 LINE の、早速登録させてもらったら、なんか、なんか七夕でおめでたい報告があったね。なんか LINE 流れてきたけどね。あ、そうです、そうです、そうです。ね。これを、ちょっと待ってね。はい。QR コードを、QR コード出します。ここ。ありがとうございます。見えた右上。右上、そう。ゆうこ公式 LINE っていうところ。これ。ありがとうございます。これでミニセミナー10分ちょっとですかね。ランジェリー診断。好きなランジェリーを選ぶと、あなたの魅力、障害レベルで愛される魅力をご指摘しますよって。その代わり、多分うまく発揮できてないときは、ここに向き合う必要があると思うよっていう、ところで、うちのお客様方に先に公開する前にちょっと診断テストやってみて感想をいただいてるんですけど、もうすごく当たるとか、うん、もうズバリっていうので当たりすぎて一回閉じたとかいう人がいるぐらいです。だからそうそうそう、ミックス型ですねみたいな方もいるんですね。だから一つこう自分のなんか魅力がない方がいないよねっていうのが言いたいんですよね、これが。うん、でもそうは言っても、でもだってって言いたくなるじゃない。うん、私ブスって言われましたみたいな。ね、それ一番。言いたくなる、わかるよ。私も何十年すれてきたので。で、じゃあその時はここを見てちょうだいっていうのも含めて動画でお伝えしているので、
なんかお遊び程度にね、軽く見てもらえたらなと。で、興味持ってもらえたら、なんかそういった講座とか、個人のコンサルもやってるので、そちらの方にちょっと覗きに来ていただけたらなと思います。そうですね。で、これもちょっと、せっかくなんでね、紹介しておきますよ。YouTube まだちょっと、ちょびちょび、スタートしたばっかりなんですけれどもね、そう、不安だけどね、不安なまま頑張り続けてしまうっていう、すごい強がって頑張っちゃう女性たちに向けてお届けしています。ね、ネガティブを味方にする3つのポイントだとかね。結構再生回数少ないけど、すごい、なんか、視聴維持率がすごい良かったのがあるんだよな。どれだっけな。これさっき。これでも、負けたくない女子かな。はまるよ、これ。はまるはまる。すっごい。絶対これは見てほしいね。と、はい、いうことで、これ、今出してるから、これを検索してもらったら、名前で出たから、YouTube のところで、ね、笠原優子さん、はい、検索してください。そしたら出ます。はい。笠原優子で出ました？うん。で、出て探したら、2つ出て、で、その今の今田さんを見たらいけます。ああ、よかった。ありがとうございます。うん、YouTube 見てます。ほら、もう早速ね。ありがとうございます。ありがとう。はい、まあ、あっという間のまあ1時間でしたね。やっぱり何こうなると思って、30分どころでないでし、30分で最初あると思って。30分だと思ってたから、びっくりしちゃった昨日。あ、そうなんですね。1時間なんですね。ね、もう、さすがやっぱり見てくれてるよね。はい、ありがとうございます。まあ、これからもね、見てあげてくださいね。っていうか、僕も見たいですからね。どんどんアップしてくださいね。はい。ありがとう。はい、そしたら、まあ、時間もこう来ましたんで、ちょっと最後にね、まあ、せっかくなんで、視聴いただいてる皆さんに向けて、最後に、なんか、最後、もうだいぶメッセージはいただきましたけど、日本女性のアイデンティティを再認識しようよと僕、いつも思ってるんですけども、そんな女性に向けて応援メッセージがあれば、何でも結構です。まあ、人生格言でもいいですし、ゆうこちゃんの代表、できそうなのか。何ですかね、アイデンティティ、私はこうって言えるのって、自分が譲れない価値観を知ってるかどうかだと思います。うん。それが、イコール、これを大事にしてれば、私、誇れるっていうところだと思うんですよね。どんだけ失敗してもね、どんだけ恥かいてもね。私だったら、本当に自分の心を殺さないって今日何回か言ってるんですけど、理由ずいっぱい殺しちゃったんですよね。だから精神病院に行ったし、30過ぎてプロになってもバランス崩したりさ、いっぱいやったから、いっぱい失敗して、誰よりも失敗したから言える言葉がある。だから、殺さなくても大丈夫だよって。生きるために殺さなくて大丈夫だよって言えるんですよね。うん。だから、そのお手伝いがね、していけたらいい。その、殺すっていうのは、ちょっとした我慢の積み重ねだったりするんですよ。で、難しいことじゃなくて、もう嫌だっていう中に、その一番大事にしたい価値観が隠れてるかもしれない。そう、セッションとかだとね、そういうのをこう、ぐっと引き出していくから、どんだけ失敗しても私もうこれは大丈夫だなって歩いていけるようになるんですけど、でも皆さんね、別に個人でもできる方は全然できると思います。もう嫌だなって、私なんかダメだな、何々って思う。なんでそんなに思っちゃうんだろうねって、何を大事にできてないからそう思っちゃうんだろうねっていう質問をね、ちょっと投げかけてあげると、もしかしたら生涯大事にしたい価値観が出てくるかもしれませんね、と思います。はい、素晴らしい。もう僕が視聴者になったつもりでもう忘れてしまってるもん、今僕この任務を忘れてしまって、もう本当にグンってきますね。やっぱり本当に僕の心にも響くし、もうなんか男、さっき書いてくれてた男って優しいねって書いてくれてたけど、なんていうかな、やっぱりもっと強くなりたいって本当に思う、今こう聞いててね。やっぱり、ゆうこちゃんみたいにこう、自分に素直にもっともっとなっていかなあかんなって、今改めて聞いててね、結構素直な方なんやけどね、もっともっと自分に対してね、やりたいなと思いました。ありがとうございます。ほら、もう、なるほど。素敵な話です。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。いや、これはもう、次2回目、3回目の、これから入られてくるゲストの方もね、またいろんな、素敵な方もいらっしゃいますけど、結構、ゆうこちゃんの今日は1回目がかなりね、すごく奥深い、メッセージいただいたんで、ある程度プレッシャーが
うん、次の方がプレッシャーになるかと思います。まあそこはね、みんなね、個性、それこそ、一人一人の個性があるんで、もちろんするものではないですからね。これからもきっと素敵なゲストの方がヒデさんのもとに。たくさん来られますからね。はい。うんうん。いいですね。あ、来てくれます。次のゲストの方来られましたよ。見てくれてて。そうなんです。次は岡咲子ちゃんですよ。はい。2回目のね、ゲストの方です。また よろしくお願いします。はい。ということで、たくさん、はい。おられました。ありがとうございます。で、今日見ていただいてるこの配信はですね、ゆこちゃんの、タイムラインではなく、僕のタイムラインの方、個人のタイムラインと、それから限定の、この、そう、日本女性を元気にする ところですね。だからちょっとこう、お顔がで誰かわからない方はごめんなさいでした。やっぱり限定にしてるのでね、なかなかちょっと、難しいです。だからそこはもう男性が来れないようになってるので、そこのグループのところでは、これからこの配信していくのをずっと残していきますね。だから、歴代の方1回目のゆうこさん、記念すべき1回目のグループで残っていって、また何回でもやっぱりね、見返していただいて、あ、ここのポイント好きやわ、ここの言葉メッセージ自分に言ってくれてるわって思える方は何回でもね、見返していただいたらいいと思いますんで、まあ、そういうためにその限定のグループ作りましたんで、ぜひまたそちらでご覧ください。でそちらにもし入ってない方は、僕のタイムラインで多分見ていただいている女性の方で、入りたいわっていう方はね、ぜひコメントとか残しておいてください。で、でないとそちらに招待できませんのでね、ぜひお願いしますということでした。はい。はい、プレッシャーですて。お母さん、お母さん、はじめまして。そのお母さんの後に、ゆこさん、ゆみちゃん。ありがとうございます、はい、皆様も。です。はい。ということで、まあ、今日は初めての方もね、僕が初めての方もいらっしゃると思いますけど、今日は。私も初ライブ配信、緊張したわ。伝わってきまして、本当にそうです。まあ、でも、無事にね、こう、1回目からもしなんかこう、機械のトラブルとかあったら、もうね、申し訳ないから、僕ね、本当に、ボクボクしてたね。で、今日はね、T スペックの橋本さんって言って、この音響とかいろいろとね、僕はプロで頑張っていただいてる方が、ちょっといろいろとサポートしてもらって、で、なんかあったらあかんからっていうことで、読みにいろいろとセッティングしてもらってたんですよ。で、まあ、ゆこちゃんとつながってこうやってね、1時間できた、無事にできたんで、皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございました。ということでね。じゃあ、そしたらまた。次は、岡さんでしたっけ次は。岡さんです。はい。次はいつなんですか？はい。これからね。予告まだ決まってないんですか？いや、決まってますよ。ちょっとシェアさせてもらいますね。ちょっと待ってね。ね、そうそう。もう、ゆこちゃん、追ってください。もうこの気遣い、私の。ゲスト登場っていうとこから、次、そう、ここ。見えますよね。あ、よかった、響いた、嬉しい、譲れない価値観。コメントたくさん、うん、ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、後ほどコメントは追って、で、あとでまたゆっくり言いましょう。はい。で、次に行けばいいんですよね。次、7月17日の夜8時からです。1時間ぐらいね。それから、10日後。うん。はい、何曜日ですか、17って。金曜日です。金曜日。金曜の夜だそうです。はい。よろしくお願いします。ここからは金曜日になりました。もう忘れないように金曜日にしようかなと思って。はい。で、第3回目が、山形の日本美人協会代表の佐々木由美ちゃん。はい。7月24日金曜日8時から。だそうです。はい。で、4回目が7月31日の金曜日8時から。アロマコンサルタントのすごい美人ぞろいじゃないですか。はい、たくさんの、ね、美人の方と、それから、まあ、いろんな本当にストーリーをお持ちで、いろんな道でそれぞれ頑張ってこられた方でございますんで、うまく伝えられればと思います。ぜひ、はい、はい、楽しみにしておいてください。ということで、はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。あ、急に大きなった。はい、ということで、もうここでも同時にね、そしたらさようならしましょうかね。もう皆さん、はい、公式 LINE の方にご登録ください。ね、お願いします。はい。ということで、次回もぜひよろしくお願いします。ゆこちゃん、今日はありがとうございました。ご覧の皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。